筋肉を維持して体脂肪だけしっかり減らすことができる方法を紹介していきます。今回の動画を最後まで見てもらうことで、リバウンドなく筋肉を維持しながら体脂肪だけ減らすためにはどうすればいいのかというのが分かってきます。今回も共有していきます。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、筋肉を維持して体脂肪だけ減らす方法ということなんですけども、基本的にダイエットをした場合、食事を減らす、しっかり動く、そういったことをね継続していくと思うんですけども、その過程においては、実はですね、運動をしている、筋力トレーニングをしている、その間でも筋分解というのが起きています。というのも、筋肉を使っているので筋肉がつくイメージありますけども、実は筋肉が分解されていきます。そして食事を減らしていますから、栄養が減っているためにより筋肉を維持することが難しくなります。そこで、じゃあ減った体重何なのって話なんですけども、ほとんどが筋肉です。ですので、リバウンドしてしまうという結論が起きてしまいます。で、今回は体脂肪だけ減らして筋肉を維持するために大切なサプリメント3つ紹介します。体作りをしている方はほとんど飲まれています。ですが、初級者中級者の方はですね、まあ飲まれてない、プロテインすら飲んでない、そういった場合が多いと思いますけども、今回この3つ、最も重要な3つです。最後までご視聴ください。そのサプリメント3つは、1つ、グルタミン、2つ、アルギニン、3つ、カルニチン。この3つが大きく筋肉を維持しながら脂肪を燃焼するために役割を果たしてくれます。そこを今から深掘りしていきます。グルタミンは通常血液中や筋肉に蓄積されているんですけども、運動や筋トレをしてしまうと筋肉組織が破壊されてしまいます。そこで、筋肉を修復しようとするために体内に蓄積されているグルタミンがエネルギー源と使われてしまってですね、体内に不足してしまう、エネルギーに使われた分減ってしまうので筋肉を維持することが難しくなってしまう。そこで筋肉の減少が起きてしまいます。そこで、グルタミンを食事から取るという方法もあるんですけども、実はグルタミンっていうのがすごく弱くてですね、大豆、小麦、チーズなどに含まれてるんですけども、水や熱に弱いので吸収されにくい栄養素になります。ですので、体作りされている方はですね、グルタミンをサプリメントとして飲んでいます。トレーニング中、トレーニング後に飲むことがおすすめです。次に、アルギニンなんですけども、大きな役割としては代謝を活性化させることができます。要はエネルギー消費をどんどん促してくれます。それに加えて、成長ホルモンの分泌を促して筋肉を強化してくれる役割がありますので、トレーニングをしながら脂肪を燃やしたい、筋肉を維持したいって方にはとっておきな栄養素のアルギニンです。最後に、カルニチン。これは簡単に言うと、脂肪をエネルギーに変えてくれる役割になります。このカルニチンは脂肪を燃焼させてくれるミトコンドリアに脂肪を運ぶ役割をしてくれてますので、これが不足するとですね、なかなか脂肪をエネルギーに変えてくれない、カロリーオーバーしていない食事をとっているのに脂肪が減らない、そういった現象が起きてしまいます。それに加えて、このカルニチンは脂肪のつきにくい、太りにくい体も作ってくれます。ですので、筋肉を維持して脂肪を減らすというためには、とっておきなこのカルニチンもね、必要な栄養素になります。で、どれもですね、非必須アミノ酸といって食事から取れる栄養素になるんですけども、やはり熱に弱い、足りない、無駄なカロリーも摂取してしまう、そういったことがありえますので、サプリメントから取ることをおすすめすると同時に、体作りしている方は必ず飲んでいる栄養素です。もちろん、プロテインにもですね、多少なりとも含まれているんですけども、やはり各栄養素が少ないですので、最も重要な今回の3つは別で取ることをおすすめします。この3つのサプリメント、どれもですね、まあ、脂肪を燃やしやすく、筋肉を維持しやすく、筋肉をつきやすくするための栄養素です。リバウンドしたくない、筋肉を維持して脂肪を減らしたい、そういった方はぜひご活用ください。今回は体脂肪だけごっそり減らすための最重要サプリメント3種類の紹介でした。勉強だった方、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。これからも少ない回数、短い時間で効くエクササイズ、そしてダイエットを成功させるためのアドバイスなどを紹介していきます。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。Thank you.